ジュビロの強かった時ってどんなんでした？352が多かったね。ああ、はいはいはい。3バックは68メートルをフルに見るような3バックだった、はあ、なるほど。だから縦前後のスピードの強いやつっていうよりもやっぱりサイドのカバーリングができる、うん、あとあの僕はあのこれ98年フランスワールドカップのフランスチームの右サイドテュラム、はい、左サイドリザルスっていうこのサイドバックがカバーするこのこうつるべの動きっていうのは、はい、あれがもう大好きで、自分の試合もほとんど見てなくてフランスの試合も何度も見て。でもそれって自分のポジションじゃないじゃないですか。ないけどボランチとしてカバーリングっていう意味では絡む回数多いのね。なるほど。監督とかやんないですか中根さん。ね、監督やりたいんだけどオファーがないんだよね。オファーだけやれないからね。